松本人志性加害報道で早速。スポンサー離れのピンチか。酒のつまみは提供激減。AC のメッセージが流れる事態に。フラッシュ。2023年12月31日、日、15時55分配信。12月26日の文春オンラインで報じられた、ダウンタウン、松本人志の性加害疑惑報道。記事の中では、松本が六本木の超高級ホテルのスイートルームで飲み会を開催したと報じられ、後輩芸人であるスピードワゴン、小沢和孝、和弘に集めさせた女性たちに、俺の子供をめや、などと性的な行為を迫ったと伝えられている。所属事務所である吉本興業は、報道を全面否定しており、松本本人は自身の X、旧 Twitter、にていつ辞めてもいいと思ってたんやけど、やる気が出てきたなぁ、と投稿。聞いてないアピールを繰り広げている。審議は未だ万全としないが、世間は厳しい姿勢を取り始めているようだ。疑惑の中、29日には松本が MC を務める人志松本の酒のつまみになる話、2時間スペシャルイン福岡、フジテレビ系、が放送された。なんとも微妙なタイミングでの放送となっただけに、番組内での松本の、妻に、あんまりスケジュールを管理されたくない。いつ収録してたとか。嘘ついてる時あるという発言や、自分の妻に対する点数を聞かれた際の直ですね。すごく愛おしい時はありますよ。でもやっぱりなんやねん。っていう時もあるからといった発言は、意味深に受け取られたようだ。さらに、早速スポンサー離れも始まったのか、同番組の前半では、提供欄に2社の名前があるのみ、後半と合わせても、たったの6社という少なさだった。普段の放送では、計10社以上がスポンサーに名を連ねていただけに、やはり性加害疑惑を受け、各社が対応を取ったと考えられる。また、番組の途中には企業 CM の自粛などの際に使われる AC ジャパンのメッセージも流れていた。SNS では、スポンサーの激減ぶりに驚く声が相次いでいる。酒のつまみ、SP なのにスポンサー激減すぎてえぐいな深夜番組やん。昨夜の人志松本の酒のつまみになる話。レギュラー枠に当たる22時代の提供クレジットが数社なし。来年のレギュラー放送ではどうなる。年明けにもドリーム東西ネタ合戦2024 TBSK や酒のつまみ、探偵、ナイトスクープ、朝日放送テレビほかなど、松本が出演する番組の放送が多数控えている。疑惑について本人からの説明がなければ無傷では済まないかもしれない。スピードワゴン小沢和孝が松本人志、文春法に異言及。加藤浩次が追及どうなんですか。東スポウェブ2023年12月31日、日、18時16分配信。お笑いコンビ極楽とんぼ加藤浩次と、スピードワゴン小沢和孝が30日、深夜放送の MBS ラジオあっぱれやってます。土曜日に出演。加藤が週刊文春、
報道について小沢に問い詰める一幕があった。週刊文春最新号では松本人志の性的スキャンダルを報じ波紋を広げている。同誌によると、松本と小沢らが都内ホテルの一室で飲み会を催し、参加した複数の女性が男性陣から強引に関係を迫られたという。その女性たちをセッティングしたのが小沢とされている。これを受け加藤は小沢に、小沢さん、いろんな報道も出てると思うけど、小沢さん現状どうなんですか、と直球質問。小沢は、ええ、ちょっとすいません。何も言えないんですよ。何も言えないんです、と言葉を濁りした。しかし加藤は現状で、はってこと。今はってことな。今日のラジオの収録の段階では言えないっていうことしか言えないってことだよな。と再質問。小沢は枯れた声ではいとだけつぶやいた。これに加藤はっていうことか。それはだからおいおいね。やっぱりどっかのタイミングでっていうか、小沢にも言い分があるだろうし。今は言えないっていう小沢の気持ちもわかるのよ。事務所を含めいろんな人が関わってるから。だから今回の状況としては、小沢、そういうことねと理解を示した。小沢も少し余裕が出たのか、はい。ええ、今のコメントが仕事納めですとおどけてみせる。加藤はいやいやこの後ラジオ続くんじゃんと突っ込み、小沢はこんなに、俺不調だったとは、と頭をかいた。加藤はまあ、あれだな。何かがクリアになったとかのタイミングが来たら、小沢の口から僕は言ってもらいたいと思ってますから、それは官に命じてというかとリスナーに約束し、別の話題に移った。